はい、皆さんお久しぶりです。たかしです。仕事がね、6月20日からかな、6月20日に、一応お仕事、決まりまして、あの次行くところ決まりましてね、やっぱり自分にはね、自分にできることをやろうと、あんま無理しないでね、できることをしろと、頑張らなあかんけど、まあ無理しすぎず、ね、頑張ろうと、無理しすぎず頑張ろうということでね、また、新たにやろうと思うんですが、まあね、ここ最近やっぱりね、ずっと仕事もしてなかったんで、爆災というね、匿名掲示板ですか、まあ、あれの方にね、まあ、最近はよく書かれるわけですよ。なぜかよくわかんないですけど、まあ、ちょっと敵が増えたのかなと思っております。まあ、まあいろいろ書かれるんですよね。お世話になった山田さんを裏切った、ダメな情けない男とかね、まあ、いろいろ書かれるわけですよ。ちょっと前には高司会とか高司会を結成したのが僕になってるんですけど、まあ違うんですよ。うん、僕が別に高司会とかを作ったわけじゃないんですけどね。まあアホなリスナーからチヤホヤされて図に乗った、その筆頭金づるとかね、もそういうふうにね、思われとるんですね。金づるでも何でもないんですけどね。ノートさんにはしょっちゅう高い飯とかおごってもらってて、むちゃくちゃ金を使ってもらってたくせに、ノートをボロクソに、こき下ろしたり、バカにしたり、あげくに関東のオフ会でバーベキューした時に、肉食や黒酢で、ノートをいじめまがいのいじり方をしていた時も、たかしは見て見ぬふり、よっかいじりを煽って加勢するような言動、これを見た時たかしに対して心底腹渡煮えくり返ったと。まあ、こういうね、まあそう思ったん、あなたがそう思ったんならしょうがないんだけど、まあ決してそういうわけじゃないと。嘘を書かないでほしいんですよね、まず。たかし会を結成してってなってるけど、僕がね、たかし会を結成したわけじゃなくて、まあ、僕のことを応援してくれる人が、勝手にというか、まあね、たかし会みたいなのを、ちょっと会みたいな感じを作ってね、まあ今もそれもないんですけど、はい。で、まあ調子に乗って、まあ確かにね、ちょっとまあ、調子に乗ったっていうことはないけど、まあね、正直悪い気はしなかったですよ、はっきり言ってね。まあそれを調子に乗ってって、まあ取られましてね、何をやっても許されるみたいな勘違い思考になり、それに歯止めが効かなかったんだという、完全に天狗になったと。私ね、完全に天狗になったっていうふうに言われてます。それを止めなければならなかったのに、それをせず一緒になってノートいじりをした。まあそんなつもりは全くないんですけどね。お前今までどんだけノートに世話になった、それを考えたらお前が通るべき行動は何だったのかわかるだろうって、そういうふうに言われてます。はい。ノートとも縁も切れたし、まあ縁も切れた、縁が切れたことになってるんですけど、まあ、縁は切れてないんですよ。で、まあお世話になってる山田さんも裏切ったっ
ってことになってるんですけど、まあ普通に電話もしますし、つながりあるし、まあね、普通に、仲良くさせていただいてますね。こういうね、ちょっとね、嘘を書かれてるんで、ちょっとね、まあ、こういう嘘を書かれるとどうしてもね、具合が悪いと、黙ってられないっていうことでね、ちょっと動画を撮っております。はい。で、ちょっとノートさんもね、全然縁も切れてないので、ちょっと電話をしてね、縁が切れてないっていうのをね、ちょっとまあ、この書いた、これを書いた人にね、知らしめるためにね、ちょっと電話します。いやねえ、もうこうやって、ねえ、まあ僕もね、こうやって今仕事もあんまね、してないから、もうこういうのが気になるんですよね。こういう、匿名掲示板に書かれてね。それは気になりますよ、高橋さんから過ぎて、やっぱり。そうそうそう。なんか完全に、高橋会とか結成されて、まあ、高橋会とか結成してって、僕が結成したことになってるんですけど、僕は何もしてなくて、勝手に、ね、おのおのでやってもらって、それが僕が勝手に作ったみたいに勝手になってるし、そういう解釈になってますよね。ノートさんにはしょっちゅう高い飯とかおごってもらってて、むちゃくちゃ金使わしたみたいな感じになってるけど、ねえ、違うじゃないですか。まあ、でも、そういう風に見えちゃうんですよね。それはまあ、ノートさんにはもうすごく世話になりましたけどね、ほんま、僕が関東で、泊まりの時にね、すごくお世話に なってね、いろいろ、ね、お肉をおごってもらったり、ペニーレイン連れて行ってもらったりね、しましたけど、宇都宮に行ったりとかね、餃子食べに行ったりとか。まあ、ほんまね、ありがたいんですけど、まあ、それをね、あんまり見とっても、いいふうに思わないのか、そうですよね。肉食や黒字がノートをいじめまがいにいじり倒してみたいな、たかしは見て見ぬふり、いじりをあおって加勢するような言動、これを見たときにたかしに対して心底腹渡煮えくり返ったわとかね、もう書かれてるんですよね。なんか、すごいめちゃくちゃ詳しいんですけど、それって誰が書いたの？いや、わかんないですけど、誰が書いたかわかんないんですけど。ほんで、もう高司会とか結成され、まあ僕が結成したことになってるんですけど、完全に天狗になって、ノートさんがいじられてるのを見て、それを止めなければならなかったのに、それをせず一緒になってノートをいじり倒した。ノートいじりをした。これは到底許されることではないって書かれてるんですよ。だからほんまね、まあ、こういうふうに書かれてね、もう、大丈夫ですか？なんかもうノートさんにはほんま申し訳ないと、ほんま申し訳ないことしたなと。いやいやいや、そんなことないですよ、高橋さん。今日の電話を借りてね、ちょっとほんまこの電話を借りて、ちょっと今日はちょっと謝罪させてもらおうと思いましてね。はい、まあ、申し訳なかったな。そんなこと、いやいやいや、そんなこと謝らないでください、高橋さん。いや、もうこういうふうにやっぱり思われてんねやなぁ思ってね。
まあ、思われてんのか、まあ、多分この人だけやと思うんですけどね、おそらく。まあ、でもね、あのノートさんにお世話になったのはほんまもう事実なんで、ほんまそれをほんまそういうふうに見る人もいたということで、今日はちょっと謝罪の電話を。そんな高橋さん、謝らなくていいですねってさしてもらおうかなと思ってね。いや、もう全然謝らないでください。本当に、もうこの人がね、この人が言うんですよ。だからどれだけノートに世話になったか、それを考えたらお前が取るべき行動は何だったか分かるだろって書いてるんですよ。じゃあもうこれはもうすんません、謝罪の言葉しか見当たらなかった。見当たらなかった。で、ちょっと遅れましたけど、今日はちょっと謝罪させてくださいっていうことです。ほんで、もうノートとも縁も切れたしってなってるんですけど、まあ縁は切れてないですよね。縁は切れてないよ、全然。高橋さん、縁って切れてない。縁は切れてない。はい。縁は切れてない。そう。ということでね。縁切れたらばだって、喋ってないもんね、そもそもね。うん。で、まあまた違う人なんですけど、違う人か同じ人かどうかわかんないですけど、今回は、トレーラーの仕事をね、させてもらって、お世話になっている山田さんを裏切った男として情けないという感じでまた言われてるわけですよ。まあ、そういうふうにも書かれちゃってるんですね。書かれてるの、ほんまね、ストレス溜まってしゃあないですよ、ほんまね。それはすごい、高橋さんからすると本当精神的に良くないですよね。もう精神的にね、ほんま病んでね、もう人間不信に陥りそうでね、ほんま。本当ですよね。ほんま。そんな感じなんですよ。はい。ちょっとひどい。ひどいでしょ。まあね、もうそれでちょっと YouTube の動画とかももうちょっとやる気ならないですよね、最近。あ、ね、動画アップされてないから。そう。どうしちゃったのかなとかはやっぱり思ってたんですけど。いや、あの全然トラック以外のね動画とかも全然、ね、撮ろうかなと思ってやるんやけど、もうなんかもう動画出したら働けみたいな感じで言われるんでね。そうそうそう。まあ、仕事しろみたいなね、感じで、まあまあ言われるっていうかね、この、また、無料の掲示板で言われるわけですよ。はい。もうだんだんや、そうするとね、やっぱりね、そう、だんだんもう、そうそう、やる気なくなってきてね、ほんま。まあ、それ、まあ、やつらの狙いはそれなんでしょうけど、きっと。なるほどね。もうやる気をなくさすというか、YouTube をやめさすみたいな感じでね。やめさすみたいな。やめさしたいみたいな、おそらくね。ええー。そうやと思う、そうやと思うんですよ。まあ、わかんないですよ。なんで、そういうやめさしたいのがほんまかどうかわかんないですけど、ね、まあ、自分がやってうまいこといかないのか、ね、わかんないですけど、それは。まあ、そんな感じでね。今回はノートさんにちょっと謝罪の電話をこうやってさせていただきました。はい、高橋さん大丈夫。大丈夫。そんな謝らないです。ああ、そういうことですよ。そういうこと。ね。でもひどくないですか、それ本当に。ひどいでしょう、ほんまね。ひどい。またね、動画見てください。今日のやつまたアップしときますんで。わかりました。これちょっと声だけちょっと出るかもしれないです、すいませんけど。あ、声だけですね。声だけ出るかもしれないです。はい。あ、わかりました。全然大丈夫です。全然大丈夫でしょう。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫でしょう。ね、まあ、ちょっとなかなかやっぱり大阪と関東でね、ちょっと離れてるんでなかなか会えないですけど、また機会があればね。そうですね。またちょっとね、会って遊びたいですよね。そうですね。
ということなんですよね。まあね、これは知らん人はね、もうこうやって好き勝手書くからほんま困りますよ、ほんま。うん、本当ですよね。ほんまね。内情分かってない人書くとこういう風になるんですね。そうなんですよ。言うてやってください、ほんま。ここぞとばかりに言うてやってください。ね、ほんま。本当言いたくなりますね、これね。うん、そう。ということで。ちょっとあまりにもひどい。かけ離れすぎてる。うん、そう。ほんま。うん。ね、実際とだって全然違うじゃないですか。はい、全然違うんですよ、ほんま。ね、だからこうやって書かれるのが腹が立ってね、ちょっと。うん。腹が立ってね、ほんまもう好き勝手、面白おかしく好き勝手書きやがってみたいな感じですよ、ほんま。本当ですよね。うん。うん、内情分かってないんだから書くなって言いたくなっちゃいますよ、ね。そうそう、ほっといてくれって感じなんですけどね、こっちからしたら。そう。うん、本当そうですよね。そう。ね、分かりもしないで。そう。そうなんですよ。うん、ということで、はい、ちょっとほんま。ちょっとひどい。はい、ちょっと他の人からも電話いただいてるんで、ちょっとすみませんけど、はい、はい、ちょっとキャッチ電話ありましたんで、またはい、また電話します。あ、わかりました、はい、うん、こちらからも電話しますね。はい、すみません、お願いします。はい、はい、どうも。失礼します。はい、どうも。はい、失礼します。はい、失礼します。はい、はい、分かったかバカ野郎。まあこういうことですよ。縁は切れてないです。とにかく嘘をついてまでね、こんな風にね、長文で、すごい長文ですよこれ。うん。これすごい長文ですから。うん、何行あるよこれ。20行ぐらいありますよこれね。まあそういうことでね、ノートさんとは仲良くさせていただいてます。山田さんともね、仲良くさせてもらってます。やっぱりね、こういう、なんか嘘を書いてね、掲示板で嘘を書いて、なんか自分のね、都合のいいように、書くというかね、うん、まあ、そういうのはね、ほんまね、やめてもらいたいですね。うん、まあね、まあ、こういうことね、こういう匿名掲示板書く人って基本ね、頭おかしいと思いますんで、そうですね、うん、まあまともな人じゃないなとは思ってるんですけどね、うん、まあ何でしょうか、充実してないんでしょうかね、人生にね、こういうことを書くっていうことは、まあいろいろ溜まってるんでしょうか、わかんないですけど、ちょっとね、私にはわかんないんですけど、まあまあ、うん、まあこういうこと書かれてるんでね、やっぱ一定多数見る人がおるかもしれんのでね、あれですね、やっぱこういうのはね、あんまちょっとね、信じてもらいたくないんで、まあ信じる人もね、おるかもしれないんでね、一応、もうちょっと我慢ならずにね、ちょっと動画撮りましたけど、まあね、とりあえず仕事ももう、明日もね、行かんとダメなんでね、まあちょっとすっかり生蔵になりましたんで、まあちょっと気合を入れてね、また仕事も頑張ろうと思います。動画の方もね、これから、またちょっとずつ出そうと思います。またよろしかったら、ご視聴よろしくお願いします、はい。ということです。本日は以上になります。はい、ありがとうございました。